先生，请你，你有那个 copy 的吗？没有。OK， 没有。好，那麻烦你。谢谢。第一题你应该不用背吧？请你告诉我那个通译的规则，你怎么说？如果你现在到现场了，然后你的通译对象是一个语言能力不高的，或是他法律知识程度并不怎么高的，你怎么告诉他说你今天是来通译？你先讲中文。先讲中文吗？对，这题其实可以，你不用看那个答案。你好，我是这个案件的通译人员。等一下我会把你所说的话转给警察，然后他们想要问你的话，我也会用他们的所使用的语气及他们的人称来直接转达，让你知道。在语气上或许会比较直接，可能有所冒犯，也请你多多包涵。在这当中，我们不能做跟案件没有关系的交谈。希望你可以了解这一点。你清楚我刚才所说的规则及我所使用的语言吗？好。你可以用日文跟我沟通吗？等一下你就直接称呼我为通译先生就可以了。刚才我这样说明，你明白吗 ？OK， 好，日文麻烦。こんにちは。私はこの件についての通訳を務めさせてもらうものです。これからあなたに話すすべては、警察の方に伝えます。そして彼らの話す内容はもちろん、その言葉遣いや口ぶりなどもなるべく再現してあなたに通訳します。それは私の個人意思と関係ありません。もし通訳の内容に不快なところがありましたら、この点についてはぜひご了承お願いします。そして通訳の間、私とは案件の無関係な会話を避けてください。私の言ったことがわかりますか？私と日本語で会話できますか？この先、私のことは通訳さんと呼んでください。以上の説明、お分かりなさいましたでしょうか？ OK、好。来、三项权利告知に直接日文来一趟吧。你是什么性骚扰的吗？性骚扰。怎么大家都做性骚扰？OK， 好，来。あなたにはセクハラを犯した容疑があります。この国の法律に従って、あなたには次の権利があります。一つ、あなたには黙秘権があります。質問に答えるか答えないかは自分の意思で判断してください。二つ、あなたには弁護士の立ち会いを求める権利があります。もしあなたは低収入、中低収入、原住民あるいはその他法律的に保障された方でしたら、政府からの無償の弁護士の立ち会いを求めることができます。3つ、あなたには自分に有利な証拠を調査させてもらう権利があります。以上の権利について分かりましたか？好、谢谢。